고래 잊어요? 안녕하세요. 고야부부입니다. 아, 지갔다. 어머치TV입니다. 今日は私が育ったお家を皆さんに ご紹介したいと思います。 では、 스타트! 小学校じゃないや。4歳の頃から中学校終わりぐらいまでずっとピアノ習っていました。ちょっと弾いてくれる？何弾いたらいいの？弾けんよ今日。弾けんよ。片手しか弾けん。どうする？ 보물아? てっちゃんがいます。 体重が軽すぎて。お。体重が軽すぎて戻ってきちゃう。足の方が重いんじゃないの？あ、お尻が重いってことか。おい。うわ。お。できた？うん、もっとお尻いった。やってみる。 다시 すごく楽だよ。楽。うん。おお。っていう感じ。で、こっちが、この椅子の前にあるのが、私が小学生の時から使ってる勉強机で、今はもう、ママのスペースになりました。で、ここがマッサージチェア。こうやってみてよ。 こっちの方が？ うん。
が足りないんじゃないの？お、ぴったしだね、おっぱ。185cmのおっぱにぴったしなマッサージチェアです。ダイニングがあります。ここでいつも家族全員でご飯を食べます。こんな感じで、ここにはエスプレッソマシンがあります。うちの家族もコーヒーが好きなんでコーヒーマシンがいっぱいここにあります。とこれが炭酸水が作れるやつだって、機械だってよくわからん。でこれが日本の一般的な家庭にある冷蔵庫です、うん、韓国でいうと多分キムチ粘着庫ぐらいのサイズ感だけど、日本はこれぐらいのサイズが一般的です。ここがあの普通に何牛乳とかお茶とか飲む何でも入れるスペース。ここがあの氷、氷が出てくるところで、ここが冷凍庫で、下が野菜室で、ここにあ、これないよね韓国、魚を焼くグリル。これ昔の家はあった。あ、ほんま。うちもあったよ。あ、これ、うん、こういう感じで魚を焼くところがある。と、下にオーブンと電子レンジが一緒になってる。これはあるよね、韓国。うん。と、ここに食洗機があります。うん、じゃーん、あ、今食洗機入ってるね。以後、ここが IH で、まあこんな感じで流しがバーってあって広いからいいな。ここでお菓子作りしたりすればいいよね。でここがちょっと汚いけど洗面所です。洗面所はね、これが一番お気に入り。この三面鏡になってるからこうやって後ろ見たりできる。感じいいでしょ。うん。でここがね、多分ね、日本はね、あのトイレとお風呂は絶対に別なお家が多いから、うん、ここがお風呂です、うん、でトイレはこの奥、一番奥にじゃーん、こっちが男の人用のトイレで、うん、こっちが女性用のトイレ、うん、これをってやると水が流れる。ここでちょびちょび洗う。手洗い、うん、手洗い、勝手に切れる。うん、勝手に切れるって感じです。とりあえずそこはカットすればいい、うん、で、ここが、うん、シアタールームになります。シアタールーム、これは弟が、うん、あのやるゲームスペースと、まあ、シアタールーム、パパの趣味部屋みたいな感じで、やりながら見る。めっちゃいっぱいある。漫画もめっちゃいっぱいあるし、螺旋階段風な階段になってて、上上がると私の部屋があります。ここにも手洗い場があって、こっちはママとパパが寝る部屋だ。寝る部屋で、ここにトイレがあって、ここは弟の部屋、映せませんけど。で、ここが私の部屋になります。入って、じゃーん、
変わらないね。ライオンも変わらない。と、おっぱの写真と、京香が韓国を好きになった原点は、からです。捨てずにずっと飾ってあります。本当に変わらん。そうじゃない、うん、オパも入ったもんね韓国行く前、はいはい、ね、うん、今日は隔離生活中に私が育った家を簡単に紹介してみました。いかがでしたか？では残りの隔離生活も頑張りたいと思います。では本日も最後までおもち TV をご視聴いただきありがとうございました。あ、違うよ、チャンネル登録じゃん。な、何が、それでも何も言ってくれなかったからわからんでしょ。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。よろしくお願いします。では次のおもち TV の動画でお会いしましょう。ワン、ツー、セット、ダメ止まんなよ。おう、両手使えない。トロロ、うん、ガチだ。卵も入ってる。